はい、インディーズバンドオルモさんのリーダーことボーカルのランです。ルーメイトの皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、いろいろベビーメタルに関して、はい、いただきましたコメントを読むぞ読むぞで読んでなかったんで、おちょっと今日読んでいこうかな。これコメント読みのコーナーですね。見えへんかったら別でまた貼りますけど、ああ微妙です ね、 ね、はいはい、ちょっとこの画面で、はい、モニターでは分かんない、はい、見えてたらそのまま使います、はいはい。いろいろめっちゃいただいたんですよ。もう、はい、あのね、あのもう選ぶの大変なぐらい、あのね、もうあのねってすごい量で、ね、最初の動画で何件あったんやろ、コメント300何本やろ、うわすごいな、とかコメントあったんで、えらいこっちゃですね。ちょっと見切れてないです正直。あ、見てはおりますけど、そっからまた選ぶってなるともうどんだけ時間かかんねえなるから、ちょっとザザザッと YouTube が選んできたコメントを、はい、YouTube の人気順とかに出るやつをパパッと、はい、見ていこうかなと思うんですけども、ね、はいはい、ちょっともう早速読んでいきましょう、はいはい。歌唱法に関して、うん、プロデューサーのコバメタルは一切関与せず、すべてを数メタルに任せてるそうです、うん、12歳からずっと歌詞と、向き合って自分なりに答えを出して、それぞれの楽曲に合わせた歌唱をしているようです。一曲一曲にかける時間や労力が非常に大きいチームベビーベタ運営、数メタルも歌詞を読み込むことだけでも数週間を要するようですと。才能努力、物事に真摯に取り組む姿勢、それも容姿に相まって、まさに気高さをまとった女王ですと。なかなかまとまりのいいコメントですね、これ。ほんまですね。プロのなんかライターさんみたいな、ね、書き方がめっちゃまとまってるなと思ったから、ね、あ、でも歌唱全体もう放置状態だった。もうご自身でやってらっしゃるようですね、スーメタルさんがね、うんうん、まあ、この前から活動はしてましたからね、うん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 、アイドルグループみたいなんで、うん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 、活動してて12歳からやもんな。いやでも歌詞の読み込みだけで数週間って、すごいな。なんかでもあの他のコメントにもあったんですけども、あのスーメタルさんって意外と普段はポンコツっていうそれ結構コメントあったんですよ。だいたい何かが突出したら結構どじなところがあるらしくて、でもなんか表に立つ人ってそういう人結構いたりするやん。まあ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 ね、なんで、あ、なんかそういうちゃんと可愛いところもあんねんなっていうので安心はしますよね。そりゃな、普段の生活をあんなにらみ聞かせてたら、にらみ聞かせて超完璧やったらちょっともう隙がなさすぎていう話ですよね、うんうん、そんなやっぱギャップっていうのは大事かなと思いますね。はい、次行きましょう、はいはい。ワシントン DC 在住の75歳の日本人です、元はクラシックジャズ好きですが、ベビーメタルの虜になってしまいました。人生観にも影響を及ぼす気迫の持ち主、ズバ抜けたプロダクション、かっこたまたま変わった子として当たったのでは全くない、うん。今年は1月には幕張でのライブを見るために一時帰国、年末には2023ワールドツアーフィナーレを見るためにマドリッドに行きます。それほど魅力のあるグループです、ということで、これ去年いただいたコメントやな、うん、海外に在住の方、在住の方でマドリッドって、スペインのマドリード、うしょ、すげえな、スペインに行くんや、はあ、日本にも帰ってきて幕張で日本で見て、ね、マドリードに行ってすごいな、うわすごいやな。まあ、でもこのたまたま変わったことして当たったのでは全くないっていう言葉に全て集約されてますよ、ね、集約されてますね、これいい言葉ですね、言いたいことが、ね、そうそうそう、なんか変わったこと、まあ、パッと見にはそう思ってる人いるかもしれないです、うんうんうん、そのファンじゃない人って、はいはいはい、あ、なんか、ね、最初はでも結構その今のファンの人でもそうやって入ってる人いるかもしれない、なんか変わったことしてんなって見てみたら内容が違うかったってこと、うん、全然違いすぎたっていうね、うん、内容がね非常にね、いや、やっぱりね、あの声とやっぱりメタルっていうのがすごい合うんかな、声がやっぱすごい、その声に関してはまた別の動画を出しますんで、あれなんですけど、声もそうですけど、何でも作り上げる世界観がチームでやってるやろ、そう、そうなんすよ、どれもすごいね、そう、どれをとっても超一級品なんですよ、うん、だからこそ見た人間はなんかえらいもん見てもたっていう気持ちになるんですよね、うん、全部が一流すぎてうわみたいな、だこの方のね人生観にも影響を及ぼすっていうのも、うん、いやまさしくそのぐらいの影響力は絶対持ってるバンドなんですよ。みんながもう命削る勢いでやってるっていうのがすごいわかるんで、そう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 、ね、本当に
プロデューサーのコバーメタルさんもそうやし、うん、そのなんかみんなで作り上げてる感が非常に、うん、なんか、うん、別にその場面見てないけど、うん、なんかそう思うよな、まあ、みんなが出来上がったものを見るから、ね、そうですよね、同じ方向向いてるっていうのもすっごい分かりますし、うん、あのチーム感がなんかどっちか言うと僕今時よりも昭和的な感じやなと思うね。そうそう、そうですよね、昭和の時って一つの一、うんうん、人の歌手を売り出すのにみんなが寄ってたがってこう、うんうん、やったもんなんですけども、なんかそれを今やってんのかなみたいな気がしますね。ね、なんかいい文化をその継承してやってんのかな、うん、だからこれからのベビーメタルもちょっと楽しみやなと、まあ、そうですよね、どうなんかまたびっくりなことをしていただけるのかっていう、ね、そう、桜田ファミリアみたいにさ、ね、なんかこう出来上がりがないっていう、そう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 ずっと建設中みたいな、そう建設中みたいなだからそういうのなんかやってもらったら面白いなと思いますね。ね、はい、行きましょう、はい、ベビーメタルの楽曲には日本的な要素が多く含まれます、桜の曲調や阿波踊りのリズム、まるで北島三郎のような繰り返しなど今までどこかで聞いたことがのあるリズムが刻まれます、とても面白い試みだと思われます。まるで鎧のようなイメージの衣装は戦闘服であり、目標は世界征服であるだろうと思わせます。攻撃的でありながら美しさと可愛らしさを持つ3人は、これは出色っていうかなの演出です、これは事務所の企画の勝利でもありますねと、以前 NHK の紅白に出演しましたが、心配していたようにたった1曲で、光の演出もないステージでは、ベビーメタルの魅力は発揮されないと懸念していたら、完全に懸念のままステージになってしまいましたねと、あれでは魅力が全く伝わらず変なバンドで終わってしまったと思います。残念ですが NHK の演出家には使いこなせる玉ではなかったですね。NHK の演出、紅白でしょ、しかも、はい、そうですね、まあちょっとねっていう、確かにダメダメ、これ言ってることなんとなくわかる、 世界観作り込もうと思うと、あの NHK 感出るやろ、うん、あれなんですよ、なんですよ、あれ BS もそうやん、はい、なんかめっちゃ NHK 感が出るやん、そう、だからなんか自分たちの抱いてるアーティスト知ってたらですよ、そのアーティスト、うん、抱いてるイメージがあれなんかちゃうぞっていう風な感じに不思議と紅白ってなるんですよ、もう本当に、だからあのわざと紅白出ないアーティストとかも多いからね、いやー、うん、なんかその照明の使い方とあのステージなんとかならんのかってなんか見て思っちゃうんですよね、難しいの昭和のやり方そのままやる、そうそう、なんだろうな、その新しい風 NHK って多分年功序列やから、新しい風が入りにくいんやと思うで、あのその演出家とかも、ね、やっぱりその民間と比べると演出家ももう古い演出家がそのまま引き継いでずっとやってる感じやからと思うねんけど、うん、なんか NHK ってすごい年功序列やからね、あーそうなんや、うん、そういうところがあるから、やっぱりその文化も古いままそういう音楽番組やっちゃうっていう、な BS もそうやねんな、 BS を見ててももろ NHK 感でんねんな、あれ なんかね、うん、お行儀のいいと言いますか、うん、いや違うよなこれっていうのがすっごいありますね、これめっちゃわかるわ、うわ、はい、次行きましょう、スーメタル、中本鈴鹿さんのミュージカルでの島唄は最高ですよ、高橋洋子さんの魂のルフランも最高のカバーだと思います、あ今めっちゃ想像できた魂のルフラン歌ってる声が、これねこれめっちゃコメントで来てたやつなんでまだどっかでやりたいんですけど、はい、めっちゃ合うやないですか、いやあの最後のところ魂のルフランのところグフーっていやーって、あー攻撃力があるからね、脳内再生が今うわミュージカルで島唄とかもやってる、わでもこの島唄も伸びやかな声じゃないと結構決まらない曲なんですけど、結構ロングと重いですからね、そうなんです、難しいんですよねこの島唄って、魂のルフラン聞いてないけど想像できるよ、そう今もう もろあの声で綺麗に脳内再生されたんです再生されるやん、はい、みたいなまたこれやってみようと思います、はい、次行きましょう、はい、はい、次行きましょう、ライブ行きたいけどモッシュピットは無理かなとおっしゃっていましたが、ベビーメタルのピットは優しさに満ちていますから大丈夫ですよ、60を過ぎた私も毎回モッシュピットに行ってますDVD はぜひ手に入れてください、最初はライブインロンドン2014などが良いかと、何の仕掛けもない素のステージですが熱気すごいです、価格的にもお手頃と、あ紹介ありがとうございます、ありがとうございます、モッシュピット優しい、モッシュピット優しい、60でモッシュピットというそう回る、あそう見てたら意外と優しいなと思った、あそうなんですか、回り方が
え、なんか回ってきてみんな最後なんか中央の方でピューって走るとかそんなんじゃないですか。ピューって走って、そこまで激しいのないみたいね。あ、そうなんですね。みんなあの優しく譲り合いで、いや、いや素敵ですね。なんかそんな感じですね、今まで見た映像で、映像でしか見てないですけど、あ、意外とそうなんやって、これをこのコメントをきっかけにちょっと見てみたんですよ、はい、あ、でもこのぐらいやったらいけるよねっていうの。そうなんですね、うん、私一回だけモッシュピットに入ったことあるんですよ、うん、そのワンオクロックのライブで、うんうんうん、すごいですよ、どっからともなく肘が飛んでくるんですよ、うん、うわーってなって、でペットボトルがあのちゃんとカバンの中に入れてたはずのペットボトルがいつもなんかどっか飛んでてないとか、うんうんうん、で友達とか靴底取れてたんですよ、モッシュピット入って、何が起こったん言って、これね、これね、すごいな、ライブインロンドンね、ソニースフィアの奇跡っていうのがベビーメタルにはありまして、へへへ、それもまたちょっと動画でちょっとやりたいなと思いまして、ほう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 、要はそのすごい逆境の中、はあ、海外のフェスを成し得たとい う, ほう、その30分間がものすごく濃い30分間で、へー、ソニースフィアの奇跡っていうのは、まあ、これはベビーメタル、ベビーメタルではもう語らないといけないという、ああなるほど、伝説のステージですね、まあまあ、ファンはみんなもこれはもうもちろんよく知ってるという、へえ、そういうのがあって、はい、それをあの前に僕コメント見たんで一応 はいはい、リサーチというかね、あのそれを語ってる方がいるんで、いろいろ参考にさせてもらったりして、はい、またちょっとうちでも、はいはい、まあ、独自の視点でやってみようかなと思うんですけど、はいはい、はい、ということで次行きましょう。やはりファーストテイクでもきっちりベビーメタルの正装である黒服を着込んでいるのですねと、私にはあの正装が甲冑の戦闘服に見えますと、ベビーメタルのフラッグを翻し戦場に切り込む女性騎馬隊の勇士のように感じますと、威風堂々と真正面から戦いを挑む女戦士だと思います、実態はよくわからないのですが、噂に伝わる武田信玄の女騎馬隊の戦士たちのように映りますと、白馬にまたがり赤い、これ、袴装束で、長刀というかな、長い刀って書いてね、長刀ですか、なぎなたのかでよく分からない、うん、を構えて、信玄本陣に危機が迫ると数機で敵陣に突っ込んだという噂が残されていますと、忠実にとは違う伝説、史実にとは違う伝説なのかもしれませんが、その伝説の騎馬隊のように見えてしまいますと、なかなか難しい言葉が並んでて僕がアホには読みにくかったです。でもあのおっしゃってること非常に共感しますね、うん、うん、でも本当ずっとね、甲さんも甲冑着てるみたいな感じの衣装や言ってて、で、特にあの初期の頃ってさ、うん、ほらこうハイソックスっていうの、はいはい、ニーソっていうの、あのニーハイソックスですね、ニーハイソックスみたいなんで、はい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 、ここはあの絶対料金出しながらやってるけど、うんうんうん、今違うやんか、俺今の方が好きやね、うん、なんかあのほんまに戦闘服感すごいですもんね、今の方でちゃんと足も黒くしてうん、うん、全身黒で、ね、ここに金ピカがあってみたいな、こうなんか、ね、ちょっと北斗の拳やなと思って、でもあれ絶対あの甲冑か想定してデザインしてらっしゃるんだろうなと思うんですよね、いやだと思いますよ、あのなんていうんですか、戦国時代の甲冑とか見て、ね、そうか、そこもポイントで受けたっていうのはあるんやろな、うん、海外であんまりああいう衣装って見かけへんやろな多分、うん、日本人以外では、私見た感じこのなんていうんですかね、この騎馬隊もそうですかね、ジャンヌ・ダルクにもなんかこうすごくこう被るなっていう風な部分は見てて思いますけどね、特にスーメタルさんは、うん、このフラッグを翻しってこの旗持ってね、うん、うわーっていく感じ、ね、なんかあのポニーテールが余計にさねえスーメタルさんのポニーテールが余計になんかちょっと戦士的に見えたりするんで、あれが逆に、いやでも正直本当あのなんかあのいでたちが武士感出てますよね、うん、武士感武士みたいなねえ、まあ、そういう気迫っていうのはやっぱり考えてたんやろな、いや、まあ、続きましょう、はい、あ、これね、僕らが風邪をひいたらどうすんやろっていうことです、ね、あ、はいはいはい、風邪をひいたらってことですが、スーメタルも過去に高熱を出したままライブをやってます、確かロシアか北欧だったと思いますが、フラフラだったらしいです。ライブの終演後、モアメタルが抱きかかえないと立っていられないほどだったとの噂が、チームベビーメタルの責任感、気丈さはプロフェッショナル、特に全世界を転々とツアーするので、何年も心待ちにしてやっと参戦できたファンのことを考え、ちょっとやそっとじゃ止めるなんて言わない、
ファンの方がツアー中にどんどん痩せていくのを心配、見て心配になるぐらい、小学生よりプロ根性を叩き込まれて、ミキコ先生に演者としての在り方を骨の髄まで叩き込まれているので、当然ライブがものすごい体験になるのは当然のことです。 お二方がいつかライブ参戦できるのを願ってますということで、このコメントの似たコメントも結構いっぱいやっぱありました。はい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 、はい、いやその熱出たまま俺あれってさ、とんでもないことやん。いやとんでもないことですよ。じゃ体力が、ベビーメタルのライブってさ、もうめちゃくちゃ体力いるやんか、メタルやし、まあ言うたら早いやん、で踊るやんか、で声もいっぱい出さなあかんやんか、しんどいことしかないのよあれ。ええ、それで全国ツアーじゃないんですよ、ワールドツアーなんで。ワールドツアー、全国ツアーやったらまあまあなんか日本やからあれやけど、ね、飛行機乗りまくらなあかんもん。そうですよ、結構その移動距離もしんどいですし、ね、その出先で体調崩したりしたらまた海外で違うやんか、ね、さ日本みたいな感じじゃないか。いやだから食べ物も違いければ、水も違う、気候も違うじゃないですか。食べ物とか知りたいな。ねえどうしてんねやろツアーの時、体調管理とか。私も海外って何が怖いかって、食べ物に当たるのが一番怖いんですよ。水と食べ物、ね、そうそう、まあ、水も信用できひん時あるやんか、だから現地の原産の水はちょっと怖いって思うんですけど、食べ物どうしてはるんやろうとかね、いやだからただでさえね、個人で海外旅行行くのもまあまあ疲れるのに、これをなりわいとしてあちこち行くって、いやもう普通の人じゃ絶対無理なんですよ、やのにライブもやってって体調崩してもやめませんって言ってやるとか、ミキコ先生というかダンスの先生ですよね。ダンスの先生ですよね、有名なミキコ先生。まあそうやな、叩き上げやもんな、すごいですよね。いきましょう次、ベビーメタルもスーメタルが前に所属したグループの曲オーバーザフューチャーライジングフォースバージョンと、イングエオマージュのメタルカバー曲やってます。あ、そうなんや。イングエさんオマージュしてる。ちょっと最近イングエがちょっとイングエさんうちのチャンネルで再生されちゃったんで、顔でギター弾くイングエさん、顔でギター弾くイングエさんですね。イングウェイっていうか、イングウェイ、ベイに近いやつですよ。イングウェイやつね。俺あんまりそれ発音しにくいねんけど。だからイングウェイ言うてまうウェイ言うてまうねんけど。へぇらしいですよ。あ、じゃあこのベビーメタやる前もちょっとこうメタルのカバーもやってらっしゃってたということですね、スーメタルさん。すでに前に所属したグループというと、ね、桜学院かな。あーは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 ー、桜学院やったと思うけどな。はぁ、いやすごいな、すごいな、本当に。はい、次行きましょう、はい。もう10年前になりますが、ベビーメタルがオールナイトニッポンのパーソナリティをやってた時、スーメタルがマルムスティーンと言えなかったのを思い出した。またイングエネタやね俺ね。もしフェスであったらヘイイングーと、とりあえず両手に何重にもつけてるロレックスを褒めておけばご機嫌になると、ノーゴッドの団長に指導されていた3人です。あ、そういうこと、ね。リスナーから届いたお題をデスボイスで叫んだりとか、あの頃はアイドルっぽいこともやっていた、やらされていたいたなぁと。ベビーメタル次回も楽しみにしていますということで。へえ、マルムスティーン言えなかったんだ。マルムスティーン、なんかスウェーデンってそうなんやな、なんか俺もなんか言葉発しにくいもんな、こうマルムスティーン、マルムスティーンあんだけ綺麗に発語ができるのにマルムスティーンって言いにくかったんですね、スウェーデンさんね。イングウェイ、イングウェイ、なんかその現地でね、いろいろ読み方があんねやろうけど。いやでもなんかあのロレックス褒めておけばご機嫌になるってあの頃ね、ジャラジャラやったんですよね。そうやった、金ピカでもネックレスもしてもんで顔ガーって言うから派手派手や派手。今ちょっとおとなしくなってるんかなっていうのはあるんですけど、なんかそういうつながりがあるのが面白いなと思って。でデスボイスで誘うねえ、10年前か。でもデスボイスその時からもそんなことやっててんな、ねね。まあ、最初はちょっとなんかだって俺なんかで見たよ、あの朝の番組ベビーメタルが出てたよ。マジっすか、うん、えだからもう出だしやんか。あ、まあでもとりあえずなんかいろんな人の目に触れておいて周知っていう感じですよね。今はもうすごい位置に行かれたからあれやけど、
はい、次行きましょう、はい、ベビーメタルはアミューズでパフュームみたいにしたかったけどスーメタルがすごすぎて変更した過程がありますから。そうなんや。スーメタルさんがすごすぎて変更した過程、いや覇気がありすぎてっていうことですか。しやな、あの声ってやっぱり生かさないとねっていうのはあるよね。声とプラスパフォーマンスの見せ方ですよね、うんうん、本当に。パフュームはもうパフュームがいるから良かったんちゃう、うん、と思うけど、うんうん、あのパフュームはなんか独特ですよね、うん、なんか見せ方というか、でも全世界どこ見てもあれと同じ系統のパフォーマンスやってる人たちっていないんですよ、うん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 、すごいなと思って。アミューズってすごいね、やっぱそういう考え方が、ね、なんかやっぱ音楽強いね、うん、アミューズって、うん、でもあのミキコ先生がすごいと思います。あのダンス指導されてる、うんうんうん、だってパフュームの振り付けもミキコ先生がやってらっしゃるん で、うんうんうん、やっぱすごい方やなと思ってすごい ね、 ね、はい、次行きましょうね。はい、振り付け師のミキコ先生曰く、スーメタルはただ手を前に差し出すだけで人の心を動かすことができる、あの子は本当に天才よとおっしゃってましたねと。やっぱどっかにあんねやろな、うんうん、その元が、まあ、基礎となるものがどっかに備わってたからこそこれができたと、うん、いやだからもう最初からあの覇王感が出てらっしゃってたっちゅうことっすよ、うん、でも普段はちょっとポンコツだよ、そこが可愛いっていうねなんか色だけで目を引く人っているじゃないですか、うんうん、もうそのそういうみたいなその次元を超えてなんかもう、うん、なんて言うんですかね、もう目の前に来た瞬間なんか勝手にひれ伏しちゃうみたいなところあるじゃないですか、うん、なんかすごい人来たみたいな、やっぱそれ見抜けるっていうのすごいですよね。すごい、それをさらにもっとこうなんていうんですかね、人知を超えたレベルにまでこうね持っていってって言って、目力もすごいからな。いやー、本当なんだろう、このレーザー光線出るみたいな、ジュリーのこれみたいな感じだろ何わーわーみたいな、いや それと似たような現象ちゃうかな、まあライブ行ったら見たいですけど ね、そこは、うん、すごいっすわほんまに。あれでだってあの目でさ、例えばライブ行くやんか、まあ、後ろの席とやったとしても、うんうん、あの視線でこっちもしさ目があったらどうなるよって感じやん。もう どないしますどないします、ここもなるじゃん焼き切れてしまうのねああ言うてそれちょっと今想像してもうたわあの視線こっちで目あったらどうしようとか思ってでもなんか遠くに離れてても目線が合うのが分かるぐらいすっごい眼光鋭そうですもんね、うん、ほんまにね、はい、次行きましょう。はい、スーメタルの貫禄に関して言えば、彼女8歳からステージで歌って踊ってましたからねと、うん、そういう意味では芸歴もうすぐ20年、単独ライブとかすごいですよ、たった一人でメタルおっさんたちでいっぱいのホールを完全に支配しているそんな雰囲気という、アイドル時代っていうかね、アイドル桜学院やったっけ、その時代からやから、もう言ったら芸歴むちゃくちゃ長い、ね、大先輩ですから ね、うん、そうですよね、うん、単独ライブもされるんですね、うん、いやメタルおっさんたちいっぱいのホールを、まあ、でもメタルを聴く若者 も増えてほしいんですけどね、僕は。そうですね、でもなかなかこう今の若い人と音楽聴かないもんね。音楽聴かない、もしくはなんか優しい音楽ばっかり聴いてるんで、うん、もっと激しく生きようぜ優しい音楽、ちょっと日本人装飾なっとらんかみんな装飾なっとらんか、ね、いやでも本当に優しい曲がよう流行るんでなあ、もうちょっと激しく生きようぜ、みんなみんな、ね、あれ絶対そうやって何回も言ってるけど、はい、優しい癒しばかりを求めるから余計病んでいくんや、そう病んでいくんだと思います。であの大丈夫だよ君は大丈夫だよって歌ばっかりね聞くんで、慰められてるだけでは人間奮い立たへんので、そう行くんやーっていうの聞かんとアドレナリンが出ないんですよ。そうほら行ったらんかいというこのなんか気合がないと物事って進まんやんか。ただこのベビーメーターさんはもうあの違う世界へ誘っていただけますので、うん、なんかすごい陶酔感を得られるわけなんですよ、うん、曲を聴いてると、うん、それもそれでなんか幸せホルモンが出てるわけじゃないですか、うんうんうん、陶酔感を得ることで、そうやったらそんなもんもう活力しか出ないですよね。なんか優しい曲なんか聴いたかっすよ、落ち込んでる時は。ほんまに今はなんかこう声質もそういう、そう息混じりの声が流行りやからね、うん、
これのね声に関してはねまた別の動画でやりますんで、うん、攻撃力のある声聞かんと、はい、ほんま、あ、ね、これで終わりかな、はい、はい、これで最後ですね、はい、はい、ということで、はい、ザザザザッと、まあまあ読み、全然読み切れてもないですけど、はい、全部で多分1000以上コメントあるんで、いやーでもやっぱりベビメタさんのこのコメントの熱量ってすごいですね。いや俺びっくりしてん、だから最初動画出した時にパッて出しただけでドドドドドドってきたから、うんうんうん、あやーって怖って思うぐらいコメントいっぱい来てて、だからそのアーティストさんの持ってる凄みがなんかでかければでかいほど、うん、なんかファンの方々のコメントの熱量もすごいんすよ、うん、これって傾向として、うん、まあ、なんか久しぶりにこの、ね、ね、なんか熱量感じたなと思うかな、ね、あの最近のアーティストであんまりそういうファンが熱量ある人って、うん、いやーあんまないやんか、本当にここまで人を熱狂させるって類まれなる才能ですし、うんうんうん、やっぱりなんかそのファンの熱狂の仕方がやっぱり昭和のすごい歌手の方々のファンの方が熱狂する熱量に匹敵するぐらいの凄さなんですよ、うん、これ見たら、昔で言うたらグループサウンドで失神者が続出みたいな、うん、そうそうそう、その時代の熱狂を今、うん、この時代になんか再現してるようなね、そう、圧倒的すごいものを見せつけるっていうのが少ないじゃないですか、うんうん、今日本ってどちらかというとリスナーに寄り添う方で共感をさせてファンになってもらうみたいな戦法が多いんですけど、この有無を言わせない感めちゃくちゃかっこいいじゃんか、すごい好きですし、だってできる人いないからこれ本当に。もうなんか俺からしたらまた北斗の拳なんだけど、ラオウが腕一本で雑魚100人ドーンって飛ばすぐらいの感じの、そういう感じじゃないですか、感覚としてはそれぐらいのパワーを感じるのよね、うんうんうん、うん、いやでも本当唯一無二のジャンルの音楽やってると私は思ってるんで、このベビメタさんはメタルですけど、これからもどん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 っていうかね、あのやっぱりパワーなんですよ、うん、日本に足りないのパワー、うん、It's a power、 It's a powerこれパワー言うのね、そうそうそう、ほんま、こんなパワーないんですよみんな、うん、だからなんか本当に頑張ってほしいですね、このメタル界というのを牽引してです ね、 ね、もうパワーのある日本人を作ってほしいわと思う。いや本当これあの見せ方もうこのスーメタルさんしかできないんですけど、ちょっとでもかじってここの域にまで持っていこうっていうアーティストさんがどん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 増えてくれたらいいのになって思いますよね、うん、それもあるんですけど、最近僕はモアメタルさんにすごくあの注目してましてですね、モアメタルさんもねこれまたすごいんですよね、ほうほう、あの完全にもう行っちゃってるっていうか、入るでっていう感じ、そういう簡単な表現でもないね、いうわこれはまあガチやらっていうところがいっぱいあるんで、またそれもね、はい、動画でやろうとは思うんですけど、はい、はい、いろんなところにちょっとフォーカス当てながらやっていこうかなと思うんですけどね、はい、でちょっとね今年ね前半のこのツアー3月とかのはさすがにちょっと我々自分の用事とかライブもあったりとかいろいろあっていけないんで、うん、もしねちょっと今年後半ぐらいにね何かあったらね、まあまあそうですね、はい、もうなんか発売したら買いますチケットね、はい、あのランさんに一応予定だけ聞いて、うんうんうん、我々はもうこの動画にしたやつを全部還元していくんで、もうコンサートで、はい、おりゃーって使うからしっかり音楽でいただいたものを音楽で返すすごい、はい、そういう方針でやっておりますので、はい、はい、ということですね、ちょっと今回ベビーメタルの動画に関していただいたコメントを、はい、読んでみましたということで、はい、これぐらいにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは毎日見てよ、ありがとうございます。